はい、注文いっすよ。首相、韓国にも首相は、おられますか。韓国에서도수상수상수상은있습니다수상はおります大統領に、まあ、권한権限が集中しています。수상は일반적으로行政행정행정관계위어떤トップ行政の、まあ、トップが首相で、権限自体はもう大統領に集中している。大統領は、大統領官邸はどこにあるんですか。大統領の官邸は청와대青瓦台、ソウル市の中心部から북쪽으로北に경복궁。昔の日本総督府があった今の京北郡博物館とか京北郡のその北朝へ청와대が있습니다。山を控えてね。国会はどこにあるんですか。国会は国会議事堂は한강の中間あたりのところに여의도という、まあ、島があって、その여의도に国会위사단国会議事堂があります。島って何て言うんでした。섬日本は섬나라이에요。일본은섬나라섬굳이시면ます섬나라島国섬。성普通の성でお城は성성 M ですね。섬나라일본은섬나라이에요。裁判所なんて言うんですか。裁判所は재판소裁判は재판소입니다。裁判官は재판관裁判官は재판관裁判所は재판소。最高裁は最高裁判所ですから최고재판소最高裁判所최고재판소裁判所。のトップは最高裁長官ですか。そうですね。大臣は韓国では長官です。長官が日本の大臣に当たります。長官外務大臣は外務部長官韓경화外務部。ちょっと呼び方が日本は外務大臣向こうは外交部、外交部。呼び方は日本とはちょっと異なるところがあります。ここ見てる、市役所。市役所は市長ですね。市長。区役所は区長。全部町になりますね。役所は。市役所。区長区役所、日本の、京都市長なんかの市長もそれですか。市長は市長、これはもう市長です。市長は市長、漢字も同じですから市長。知事は都韓国では知事というのは日本では県知事、現知事ですけどもね、韓国では最終党道知事やね、統治者ですね。最終党統治者、共産党統治者ですね。日本の名前がそのまま使われているのもたくさんあります。社長はそのまま全く同じ社長人
장님부장은부장님부장님会長って言いますか。会長は회장회장님회장님会長様사장님사長様副会長부회장부회장님委員長は委員長委員長議長は委員委員大体見ればこれは日本と同じですね。課長係長という課長は과장과장係長は韓国ではそのまま読んだら계장になりますが、これは使ってませんね。ティム장とかティム長とかまた別の呼び方がありますけれども、課長はあります。과장대리課長代理代理は대리과장、社長とか部長もありますし課長もあります。係長は계장というのはね、これ犬は経営ですからね、経営やから発音似てますからね、だから係長はあまり聞かないね。でもチーム長とかまあ別の、それも時代によってだいぶ変わったりしますね。会社員、会社員はそれはもうフェサウォンですけれども、フェサウォン、ただ韓国では職場직장、サラリーマンなんかは직장인、직장인、職場人、직장인というよく使いますね。日本はサラリーマン使いますけれども、サラリーマンということは使わないですね。직장인、職場人ですね。正社員になるのは難しいんですか。正社員になるのは韓国も大変今難しいようです。정사원、それだけ、まあ、経済の状態が경제상태が안좋으니까良くないから、若者の15、6ぐらいから25、6ぐらいの若い人間の就職率、10% を超えてると言われてますので、なかなかうまくいってない状況ですね。大学院は、大学院はあります。テハゴンだから、大体日本でもそうですけれども、韓国では大学行ってだけではなくて大学院まで行くと。そして、言葉も말도基本的に、韓国語以外に英語、そして、中国語、あるいは日本語、三カ国語、自分の国の言葉も含めて、자기나라、말외、自分の言葉以外に、두개나라、두나라말、二カ国語、やっぱし、알아야한다、知らなければならない。英語だけでは、ちょっと、難しい。と、言われてます。二カ国語。だから、中国語を勉強する人が非常に多いと聞いていますね。中文版。中国に、留学する人、それに、インドに留学する人が一番多いというふうに聞いております。インド。だから、日本は非常に少ない。アメリカ、美国、そして中国、インド。中国語のニーズがものすごく要求されています。中国前。隣が14億の中国で、大きな市場ですから、やはり経済的には中国。中国前、알아야한다。中国前、알고있으면、知っておれば、아주유리하다。有利。あと、大学の先生に呼びかける、あるいは教授。教授は教授人。教授は教授人。教授は教授。これ一緒ですね。教授人。学長は学長。学長。これも一緒ですね。学長、学長。教授。教授、教授。教授人。韓国では教授人。そして、先生人、先生、非常に評価が高いですね。評価が높すぎた。韓国では先生、先生人、特に大学の教授人、教授、非常に評価が高いです。そして安定した職業は安全된직업、
安全된직업、安定した職業は公務員。これは日本も同じですね。公務員、公務員、公務員。そして医者、医者、弁護士。医者とか弁護士もやはり日本と同じようにお金を많이벌수있다。돈벌이、돈벌이、お金儲けが잘할수있다。해서인기が좋습니다。人気がありますね。弁護士、医者、そして公務員、そして先生、教授、大学の대학교教授に。小学校は、小学校は韓国では초등학교、今では初等学校、昔は国民学校、国民학교、日本と、日本が国民学校という言葉がそのまま使われて国民学校と言われてましたが、これは日本の、まあ、名残であるということで、国民学校から初等学校、初等学校、日本の小学校は初等学校、中学校は中学校、高校は高等学校、大学は대학교、大学院は대학원、幼稚園は、幼稚園、これは、まあ、幼稚園は幼稚園、同じですね。大体日本と、日本の植民地の影響で日本語の言葉が非常にたくさん残っているわけですね、うん、あと最後に託児所は、たがそ、たがそ、託児所はたがそ、これもあると思います、刑務所には行きたくない、현무소、현무소에는가고싶지않아요、현무소、刑務所には가고싶지않습니다、가고싶지않아요、したくない、고싶지않아요、行きたくない、가고싶지않아요、食べたくない、먹고싶지않아요。